皆さんこんにちは、矢野康則です。それではやってまいりましょう。2023年自主企画月1歌の大辞典5月号でございます。本日もよろしくお願いします。現在の時刻です、こちらです。はい、4月30日の14時47分となっております。ですね、5月号って言ってるんですけども、4月の30日、4月の時点で今回ちょっと収録をさせていただいてます。ちょっと5月スケジュールがどうも取れそうにないと、今日だったらいけるということで行こうということで、もう急遽取ることにしました。いつもの通りウェブルーレットを使って決めていきます。まずは何十年代の歌を歌うのかです。ではスタート。切れば80年70年代とか行きたいね。はい、決まりました。じゃあ行ってみましょう。こちらです、ドン。お、80年代になりました。なるほど、80年代はまだ歌っていないので、もうこちらになりますね。はい、もう0から9までですね。80何年の歌を歌うのか、じゃあ確認していきましょう。どうかな、多分ね、もう前半中盤後半でもだいぶ曲調が変わると思います。前半ぐらいのやつがいいなと思うんですけど、どうでしょう。ドン。お、80年ですね。ということで今月は1980年の歌を歌っていきたいと思います。1980年ということなので、今年お世話になっているこちら年代流行さんのランキングから80年の年間1位の歌を歌うことにします。あー、こういう感じになるのね。あ、ちょっと面白そう。しっかり聞かないと分かんないな。わかりました。ということで1980年のシングル売上ナンバーワン年代流行さん調べはこちらになります。モンタ&ブラザーズさんのダンシングオールナイトになりました。知ってるよ、サビは知ってる。モンタ吉典さんは知ってる。でもフル尺聞いたことはない。どういう感じなんだろうな。おじさんなんだけどこの年代の曲を知らんからね、うまくできればいいと思います。聞いてみましょう。ダンシングオールナイトです。多分で練習さえすればいけると思う。やっぱり何度もなんかテレビとかで聴いてた曲なんで、すぐに習得できるんじゃないかなと思います。コード進行も多分好きな感じなのでマイナー調だし、ただこのね、この色気を出せるからよね。いやー、モンタさんみたいな感じは当然できないと思うから、うまくやりたいね。ギターソロかっこいいな。はい、わかりました。ということでモンタ&ブラザーズさんのダンシングオールナイトを聴いてみました。構成としてもすごくシンプルですし、サビはよく聴いているやつだったので、先ほども言った通りその A メロの当たる部分のメロディーさえ叩き込んでいけば歌えるんじゃないかなというふうに思います。よし、じゃあもう早速曲を聴きながら練習していきましょう。これは気持ちいいぜ。ということで、はい、もう早速撮っていきたいと思います。見せてください。時間は3時2分です。早い。これはいい。こういうのをやりたかった。Don't you call me
この店って最後の夜をどちらかともなくそう決めて思い出をなぞるように踊る初めて会った夜のように That's all night 言葉にすれば That's all night 嘘に染まる That's all night このままずっと That's all night 瞳を閉じて今月の歌の大辞典は1980年のシングル売上ランキング第1位になっておりましたモンタ&ブラザーズさんのダンシングオールナイトでございました。このねエンドトーク開始何時なのかこちらです。はい、3時16分でございます。史上最速でございます。まあ歌はね結構難しいんだけど自分のこの声のレンジにまだハマる部分だったのでそこは助かりましたね。すごく助かりました。いやでもここまでなんかアダルティーな感じの歌ってさ私オリジナル曲とかでは作ってんだけどやっぱ全然さなんだろうな時代と違うんだなっていうのは感じるよね。歌ってるんだけどで年齢を考えてもさこういう曲調の雰囲気とかに自分がいても変じゃない年齢は年齢なんだけどまあ自分の見てくれが合わないだけでさなんか緊張しちゃう感じだよね。恥ずかしいとかっていうよりも緊張しちゃうこんな感じの歌そんなイメージですということでですね、これまでの動画はいかがでしたでしょうか。楽しかったな、良かったなと思った方はチャンネルの登録もしくは高評価よろしくお願いいたします。そして各 SNS やっております。よかったらフォローのほどよろしくお願いいたします。今月はねちょっとイレギュラーで4月の末に今回撮りました。でしかも生配信じゃなくね全編録画撮影ということをやったんだけどまあちょっとね時間も時間だったのでまあこういう感じでやってみました。で来月じゃなくて6月はねきちんとその6月中に撮影ができたらいいなと思いますけどもなるべくねあの動画が切れないようにということだけを念頭にやっていきますので、ご容赦ください。よろしくお願いいたします。それではこの辺りで失礼いたしましょう。これまでのお相手は私矢野康則がお会いいたしました。それではまた次回の月一歌の大辞典でお会いいたしましょう。さようなら。Thank you.